はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけれども、PayPay 第2弾100億円キャンペーン終了、今後のキャンペーンについてということでお伝えをしていこうと思います。はい、ということでですね、第2弾100億円キャンペーンが、まあ、突如と終了してしまいました。で、終了したのが昨日の5月14日ということなので、いやまあちょっと急だったんですけども、僕もびっくりしたんですが、まあおかげさまですごい楽しませてもらったので、まあすごい感謝はしてますね。今の PayPay のホームページを確認させていただくと、すでにトップページが変更されてますね。新規で PayPay 残高500円プレゼントと、PayPay 利用で 3% の付与と記載があります。なので、いつでも買い物しても 3% は戻ってくるので、まあそこはこれからもしても、まあちょっぴり嬉しいですよね。そして早速今朝ですね、僕もファミリーマートに行って、まあ実際 3% 返ってくるんかなと思って、こちらのファミリーマートでファミチキを購入したんですよ。そしたらちゃんと後でお会計の画面を確認したら 3% 分戻ってきたので、まあインパクトには欠けるんですけども、これまでがかなり強かったので、まあ普通に現金でお買い物するよりかは全然マシな気がしますね。で、今後のキャンペーンなんですけども、6月からはPayPayチャンス、まあくじですね、まあ最大で1000円までしか当たらないみたいなんですけども、まあそれが復活するということと、あとワクワクPayPayというキャンペーンもスタートするので、まあPayPayも準備万端な感じですね。ちなみにその6月からのワクワクPayPayに関しては、まあ以前動画でもお伝えしてるんですけども、簡単に言うと、全国のドラッグストアとかで、まあ最大 20% 戻ってくるというキャンペーンですね。まあこちらはもちろんPayPayとの加盟店には限るんですけども、それは自分のアプリとかで、まあドラッグストアで確認できるか、使えるかどうかっていうのを見ていただくのがいいのかなと思います。なので簡単にまとめると、今日からは、まあPayPayで買い物したら 3% 戻ってくるということと、6月からはPayPayチャンスとワクワクPayPayが始まるということなので、まあ随時気になることがあれば下のリンク、一応PayPayのリンクも貼ってますんで、そちらで確認していただければと思います。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。まあPayPayのキャンペーンが終わって少し寂しさがとてもとてもあるんですけども、まあまだまだね、いろんなキャンペーンも展開していくと思うので、まあ今後のPayPayにも期待をしましょう。ということで、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。